あなたの代わりに一緒かみ始まりましたよ。始まりましたね。もうあの私もロケは生まれて2回目で、あと関岡さんと一緒にロケするのは今回初めてなので、そうなんですよ、はい、とっても楽しみにしてきました。めちゃくちゃ緊張してましたね。もうガチガチです。昨日台本グーッとやめて言わないでください。それ見てやめてください。そんな2人が今回取材するのが、はい、何ネットの高校 N 高等学校というところに。ネットの学校ってさ、最近ほらオンライン授業っていうのは、まあ、やっているところが結構あるけれども、はい、ここは全部こうネットでオンラインでこう授業を受けられるっていうようなことも。いやちょっと待ってよ、私も母親の目線としてはずっとうちにいるっていうことよね。まあおそらくそうでしょうね。お昼ご飯とか全部作らなきゃいけないでしょ。はいはいはい、大変じゃないこれ。さらによ、キャンパスライフっていうのがあるじゃない。あ、はい、ね、学校で、そうですね、恋話したりそんなしなかった、うん、いや私あの男子校出身なので。男子校、はい、私女子校だったけどあったよ、はい、ありました。放課後にチラッとこうね、やっぱり好きな人の話とか、あそこの学校どうだとかさ、うん、そういうことってみんなで学校の授業の終わりにね喋るからこれ楽しいんじゃない。ネットで全部オンラインでやったりするんですかね。いや私はねやっぱり昭和の生まれとしては、はい、やっぱりここはね、どうしてもやっぱりこの対面でやってほしいねと、オープニングからぼやいていた関岡アナですが、すごい、もう通わせたかった。いや私と、わずか数時間でこの変わりよう。現在全国に19カ所のキャンパスを展開、在籍生徒数なんと日本一。実はフィギュアスケーターの紀平選手やモデルのみちょぱもここ N 校の出身なんです。さらには東大、京大など難関大学への進学実績まで。どれだよこれ。ほらそこには VR をはじめとするインターネットを駆使したハイテク授業の数々が。もう全てが輝いて見えるような、書き心地はすごくいいなと思います。謎に包まれたネットの学校 N 高等学校に潜入。あなたの代わりにいっちょかみ。梅田茶屋町の MBS から歩いてすぐ N 高等学校に向かった2人。あったあった。 ありましたね、 N 高等学校。本当だ。じゃあここにあるんです。高校でしょ。いやオフィスビルですよね、はい、これここで、どういうことこれ。様々な会社も入っているこのビルの一角に N 校はあるんです。おお、もうオフィスビル。これ全然高校じゃないですね。いやだってコーヒー店もあれば、はい、ドラッグストアもあるし、うん、こんな便利なところというか。あ、こんにちは。梅田キャンパスの責任者北村さんが案内してくれます。そもそも N 高等学校は出版業界大手の角川と IT 企業大手のドワンゴが6年前に共同で設立。新しい教育方針を打ち出し、これまでになかった形の高校を作りました。ちなみに N 校の N はネット、ニュー、ネセサリーなど数多くの意味が含まれているんだそう。今あの通学できるキャンパスは19キャンパス全国にございまして、2万人以上ですね。2万人以上、はい、在籍いただいておりますね。それはそういうやっぱりニーズがあるっていうことですか。そうですね、全国2万人の中で友達作りができる仕組みもあの構築させていただきましたので。ちょっと待ってください、はい、友達作りできるんですか本当に。そうですね、今はネットで友達を作る。ちょっと考えられないです私ら、はい、だって実際に会ってないのよ。そうですよ、どんな人も分かんないじゃないですか、なんか青春っていうのはどうやって豪華するのかなっていうのは、はい、すごい疑問ですね。早速通学コースの生徒が通う9階のフロアへ。なんかここカウンター、ちょっとカフェみたい。はい、そうですね。へえ、めちゃくちゃおしゃれ。でこの奥も、はい、ここは何ですか。奥が職員室ですね。ここが職員室。はい、職員室もおしゃれですね。なんか、そうですね。そしてその同じフロアにあるこの広いスペースこそが教室なんです。すいません、はい、今何やってるんですか。今は食料問題について調べていて、うん、それを今アドベシパークっていう
あのウェブサイトを編集できるサイトで作ってます。何アドレスパートこの日通学コースの生徒が行っていたのは、一つのテーマをグループでディスカッション、ネットを使いウェブページを作成、プレゼンまで行うというプロジェクト N という授業。いろんな人と具体的な、はい、このことを話せるのですごく自分のためにもなりますし、普通の学校じゃできないこと、そのこう人の話聞いて学ぶとかじゃないんで、うん、一番面白いなって思います。時にはさまざまな企業とコラボして商品を開発したり、新しいゲームを考えたりと、自分が興味あることを深く突き詰めて学べるため、とても人気の授業なんです。この場ってでも黒板とかそういうのないんですか？そうですね、あのホワイトボードで記述することはあるんですが、基本的にはモニターをですね使いながら、あとはウェブツールですねを、はい、あの使ってですね映像を配信して。そう、 N 校のもう一つの特徴が動画を配信する映像学習。高校卒業に必要な英国、シャーリー、数などの科目は全て動画で学びます。もちろん期日までに必要なリポートを提出したり、期末テストのような定期試験も実施。しかし昭和生まれのアナウンサーは、やっぱり動画見てやるっていうのは頭に入る。どう、うん、私はレポートを見ながらノートを取りつつっていうのもやるし、また隙間時間を見つけてレポートの見返しとかをしているので、その教科ごとにサポートチャンネルっていうのがあって、うん、そのわからないところを聞いたりとかすることもできるんで、うん、そういう点では結構いいかなって思ってます。通常の黒板での授業と違って動画配信なので、理解できるまで繰り返し見ることができるのも魅力です。この後はまさに最先端 VR を使った驚きの IT 授業まで、昭和アナウンサーも初体験。そうだよ、これほら360度。開校5年でなんと生徒数13倍、今話題のネットの学校 N 高等学校へ潜入。すると今年からは VR を使った学習っていうのもできるようになったので、この春から積極的に進めているのが VR 授業。ゴーグルをかぶると360度立体的なバーチャル空間を体験できるため、古代生物に触れたり、海外の名所や歴史的な場所を訪問できたりするんです。せっかくなので関岡アナ初体験。黒板に向けてですね、はい、あの目線を合わせていただくことできますでしょうか？はい、もうちょっと右かもしれないですね。右？あ、黒板？そうですね、あ、黒板。え、横に誰かいるよ。はい、横は誰この人？一緒に勉強する仲間です。イケメン。あ、こっちもいるわ。はい、左側もいますよ。え、こう手に触る感覚で握っていただいて、あ、開いた。あ、今開けましたね。あ、出てきた。と目の前に、目の前にアンモナイトがやってきたと思います。はい、掴む感覚で手をちょっと伸ばしていただいて、はい、掴んでいただいてよろしいですか？はい、そのままこうやって掴むの。はい、あ、今掴めました。あ、掴めました。あ、いや、はい、どうだよこれ。ほら、360度手を回してみてください。うわー、なんか、はい、うわ、本当に生きてるみたい。立体的になってるんですか？立体的ですね。はい、あ、出てきた。はい、いや、なんか触ってるみたい、本当に、はい、感覚はなんかひっくり返っちゃった。はい、牙ももう本当だ、リアルにご覧いただくことできるかなと思います。すごいですね、はい、面白いです。はい、もう本当に立体的で、なんかこう触ってる感覚はないにもかかわらず、はい、触ってるような感じ。やっぱりこう最初にこう興味を湧くというところが大切だと思いますので、本当の歴史のこう深さをあの知ったり、古学の、 あの考古学をあの知っていくっていうところは、まあ我々もこう生徒さんの興味をあの示していただける分野かなと思います。まだまだこの学校のことを教えてほしいと、授業終わりの生徒たちにいろいろ聞いてみました。いやでもね、うん、こうしてねずっとね見させてもらって、今もねこれほらパソコン置いてあるけど、ね、はい、これなんでみんなパソコン置いてるの？なぜ？これはパソコンで普段から授業を受けるからですね。違和感ある、うん、昭和のおばちゃんとしては違和感あるねこれね。昭和おばちゃんに何が置いてありました？そうそうそう、ノートと書券台あったかな、うん、って言っても知らないよね。教科書立てるの、全然わからない。え、本当に？え、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 
昭和ですね、はい、はい、じゃあちょっと他の人もなんか制服の方とそうでない方もいらっしゃいますね。そうですね、あ、制服、うん、あ、はい、そうです、ね、エアリングもそれ、はい、そうです、いちご、いちごです。え、これ校則とかないの？はい、ないです。ネイルもしてますしね、はい、ネイルも、髪を染めてたからそこが悪いとか、ある意味こう固定概念の部分もあるのかなと思いますので、まあ、生徒さんの自主性に重んじて校則っていうものはないようにしております。みんなどうしてここの学校を選ぼうと思ったのかな、ね、きっかけちょっと聞きたいですね。そうですね、はい、じゃあ藤本さん、はい、うん、ちょっと聞いてみようか。はい、そうですね、はい、僕実は高校1年生の12月まで普通に全日制の高校に通ってたんですけど、うん、僕実は趣味が音楽するのがすごい好きで、はい、でも自分の時間をこう取れなくて、それで結構ストレスを抱えて、でこう N 高等学校ではこう自分の時間をこう自分の自由な時間がこう取れるので、これで N 高に来ました、ね。時間割を自分で好きなように決められるため、勉強もプライベートも両方充実と藤本さんは言います。というのも、で僕はあの特進生っていうあの制度を使っていて、だからもう3限目から6限目までは僕はもう全て自分の受験勉強っていう形にしていて、優秀、ね、自分の好きなことができるので、うん、心の余裕っていうのがすごいできました。やっぱり不安とか怒りとかそういう負の感情を抱えるってことがあんまりなくて、人生楽しんでるなって感じがしてますね。楽しんでる感じ他にも空いた時間で写真撮影に出かけ、その腕を磨いている内山さんや、さまざまな 3D プリンター作りに挑戦している八木さんなど、将来の夢のために上手にスケジュールを組んで活動している生徒がほとんど。八木さんの夢っていうのは 3DCG クリエイターですね。CG で、ゲームであったりアニメであったり、うん、映画の合成であったり、うん、そういったものの 3D データを作っていきたいなというふうに思ってます。ちょっともう本当に高校生、すごいよね。ちなみに自由な時間割だからこそこんなことが。学年はそれぞれ、僕3年生、同じ教室同じ授業を受けていてもみんな学年バラバラ。 N 校には学年の概念はありません。上下関係とかあったりしないんですか、ね、いや特には、特にそういうのもっ、でもそういうのあった方がいいんじゃない。こういろんな意見出せる方があの話が進むんで、あんまり意識したことないですね。そういう話題になって初めて知るみたいな。僕今先ほどの1年生で初めて知ったんで、知ったの、今知りました。あ、そうだ。自分のやりたい勉強にまっすぐトライしている N 校のみんなですが、関岡アナどうしても気になることが。でも正直言ってね、これみんなそれぞれバラバラで、はい、で違う勉強もしてるって言ったら、はい、友達作りっていうのが難しいんじゃないですか、うん、授業のスケジュールが自由に決められたり学年もバラバラだと友達ができるチャンスが減るのではと娘を持つ関岡アナは気になるのですが、やっぱりそうなの。実際にあのそのスラックっていうもののアプリみたいなものを使って、はい、あのチャットっていうその、ま、文字を打って交流したり。スラックっていうのは何？スラックとはリアルタイムにやり取りできるコミュニケーションツール。このスラックを使って N 校生全員チャットのように書き込んだり、同じ趣味の人を見つけ交流したりしているんです。その全国から参加するので、例えばその音楽部とか美術部とかはもう全部そのスラックの環境の中でやったりするんですけど、部活もちゃんとあるんだ。ありますね。N 校の部活動はスラックを使って作品などをアップしたりプレゼンし合ったりというのが主な活動。坂本くんが所属しているのは e スポーツ部。オリンピック競技にも採用が検討されている e スポーツ。 N 校 e スポーツ部は全国大会で3連覇するほどの強豪校なんです。勝利したのは N 校です。ゲームをしてても部活って言える環境があることで、大会に出て実績を取ろうっていう気持ちがそのより多く大きくなってきましたね。もう僕的にはめっちゃ嬉しいです。他にもそのスラックを使って良かった出来事が。神戸キャンパスと名古屋キャンパスに友達がいます。プレゼンをするみたいな企画が
あるんですけれども、私がその企画にたまたま参加して発表したんですけれども、その発表を見てくれた子たちがそのスラックに連絡してきてくれて、それはじゃあ実際には会ってない？会いました。家近くだったので、たまたま、たまたま本当に家が近所だったので、でも話してみたらやっぱネットで話すよりもやっぱちゃんと対面して話す方が何倍も楽しかったし、時間も本当あっという間だったので、友達と会うことって大切なんだなと深く思いました、やっぱりそれはあるよね。本当垣根がなくて、なんか聞いてて気持ちよくなっちゃうね、なんかね。やっぱりみんなの心がけというかね、やっぱり学ぶ心みたいなものすごくひしひしと感じた。なんか今日お話ししてて気持ちが良かったです。本当にありがとうございます。